はい、というわけで、はい、4月も終わりましたね。まあまあ、ほぼほぼメインチャンネルで言うと、はい、まあ樹海が上がったことですかね。まあそうですね。そうですね。そしてなんと、急上昇にも乗りましたよ。あ、そうだ。やったね。なんか、まあ、これだと反省してないんで。反省する動画なんだよ、これは。これだとなんか、え、嬉しいことじゃない。一回こう、ざーっとこう、洗うだろ。ああ、そうね。毎月のこと。そっからだから反省っていう。あ、本当ですか。すいません。ね、だから、パート3とパート4が、まあ、急上昇に乗ってて、はい、パート3に関してはもう、パート2追い越すぐらいの。本当にね。面白い現象起きましたね。で、前回っていうか、その、樹海の旅に頼んでた英語字幕が徐々につき始めてるっていう。ああ、本当にね。あ、すごいね、本当に。有志の方のね。ありがとうございます。本当に申し訳ないです。俺アメリカ東部見て感動しちゃったんだけど。アメリカもつ、ああ、アメリカも割とついてますね、はい、無人島もついてますよ。いや、すごいよね。はい、なんか英語字幕つけてもらった割には海外から流入があるのかっていう。アメリカからちょっとと、オーストラリアからもちょっとあって。本当ですか。オーストラリアの方見てくれてるんだ。あれです、あれも始まってますね。あの YouTube に僕らの広告が載ってるというか、はい、あね、樹海の動画が広告として流れてるっていうのがありますね、はい、そういうことですね、うん、だからもうありえないことに予告が本編を超えてしまったという再生数が。なんだよその言い方。どういう、もうこれも大変な事態ですよ。いやでも旗から見たらね、予告が100万いってるってもう大変な事態ですよ。まあ予告はなんとなく見たくなる感は分かりますけどね、はい、このサムネイルと。確かにそうですね、2分ぐらいですから、はい、でもね、あ、誰見たんだけどデータ、うん、その予告を見て視聴回数には貢献してるけども、そこから1日目のリンクページにコンバージョンしてる率が 0.6% ぐらいしかなくて、合計1日目の再生数に貢献してるのって 1.5 万回ぐらいしかないらしいの。なるほど。だから止めたんだよね、昨日。ってことはあれですよね、これ出てなかったら72万5千再生しかいってませんから。いや、ちょっと待って待って待って、そういうことですよ。そのなんか広告がめちゃくちゃ効果あるみたいな言い方やめろって。そういうことですね。全然効果ないってことだよね、要は、うん、まあまあそんなことなので、はい、まあまあメインチャンネルはなんか登録者も、でも登録者もでも伸びてますよ。伸びてますね、ものすごい。3万3000人ぐらい。あ、嬉しいね。月で言うと3万3000って、まあそうでもないかなって思うけど、はいはい、ある一定の期間でめっちゃ伸びたんで、はい、割と伸びてる方ですよね。そうだね。おかげで、メインチャンネルの動画が出てるおかげで、サブちゃんにも、登録者がすごく、今13万人になったので。あ、そっか。はい。なんかサブちゃんも1万2000人ぐらい増えてる。はい、ちょっと嬉しいことですよ、本当に。嬉しいっすね。はい。まあまあ、そんなこんなで。まあ、サブちゃんは、あれですね。はい。まあまあ、割と、その、樹海の企画に紐づいて、まあまあ、伸びてるって感じですね。はい、そうですね。で、割と毎日投稿今できてるんじゃないですか。そうですね。できてますね。あ、そうか。活性やん。ああ、そうなんです。別の動画でやるの。あ、やらせてくださいよ。あ、じゃあ、まあ、軽く入れとくけど、まあ、おお。いやー、でもちょっとね。まあ、とりあえずまずやりきったんじゃない。やりきましたから。まあまあ、まあまあ、じゃあ、これはその別の動画の時にじゃあ話しますか。怖いよ。ちょっと待って、これ反省会よ。何反省会次にまた、ま、持ち越しってあるの。どうですか、サブちゃんのは。いや、もうなかなかまあ楽しくやらせてもらってますよ。何ですかそれ。いやでもね、反省する、ね、反省するところがまああるんですけどね、まあここ1ヶ月前にゲームチャンネルを作るために、この、うん、まあ今まで毎日投稿だったっていう部分をね、しっかりもうやっぱ毎日投稿できたならば、まあゲームチャンネルを作れるという形になったんですけど、うん、まあその中でね、サブチャンネルを作ってる中で、ある重大なミスをしてしまったんですよ、僕は。うん、何それ。まあ、まず1個目がですね。複数あるの？やります。まず、1個目が、はい、作業用動画です。あれ、ひどかった。もう本当に、あげた日、その日に僕はもう本当に反省したかったですね。僕が、サブちゃんで、結構コメント僕見るんですけど、うん、初めてコメント見ませんでした。あれ。あと僕はあと、しかもあと自分の、個人のアカウントでも、うん、第二のエインもね、サブちゃんもいいねするんですけど、うん、それには僕いいねしてません。それほど僕はもう反省してます、それについては。なんか、飯野くんの彼女のお母さんが、はい、なんか見てくれてるらしいんですけど、はい、この作業動画に関してだけはとんでもねえもん。いや、もう本当だね。いや、ちょっと。なんだちょっとね、それについては、ちょっと、本当に今の、彼女のお母さんと、ちょっと話し合いたいと思って。
まあまああとね、まああとまあ一個あるんだけど、もう一個ね。まあね、実際ね達成できたっていうのはあるんですけども、うん、まあただ、12時を過ぎたならば一日投稿とは見なさないと、うん、僕は言われているんですよ。うん、ただ12時をまあ過ぎたものがですね、約4つぐらいあるんです。まあまあまあそこら辺はなんかじゃあ、そこら辺はちょっと僕は個人的に申し訳ないと思うつつところもありますね。動画的なのでじゃあ振り返りますか。はい、そうですね。まあサブチャンネルはまあ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 一応でも毎日上がってたっていう感じですかね。まあまあそうですね。まあアベレージもなんかやっぱ結構伸びてきてるな。まあ右往左往してますけど。はい。SNS のまあじゃあ軽い反省もじゃあこの確認しようっていうことで。はい。そういうことですね。どうですかツイッターは。ツイッターそうですね。まあやってる？僕は見ないよタイムラインで君たち。僕はあの日とかにあの深夜4時ぐらいにやってますよ。いやお前はだからそのなんかなんていうの AI みたいのがちょっとなんか AI がなんかあの心持ち出したぐらいの感じがずっと確かにね。あのでもねツイッターじゃなくて1回だけあのインスタの方ストーリーだけ上げさせてもらいました。あそうだそうだ1回だけ誰も知らないけど、はい、まあ今月のじゃツイート数で言うと、うん、一番多いのは岩田が12ですよ。おお、うん、じゃねえよ少ねえ毎日ツイートってなってんのに12ですから。いやでも岩田は 4割しか達成できてない。いやでも岩田はねこうやっぱすごいんですよ。やっぱあの12ツイートですか、はい、12ツイートする中でもその一つ一つにやっぱあのなんていうんですかねツイッターへのその戦略とかがやっぱり含まれてますね。これちょっとやっぱ気づく人は少ないと思うんですけど。何解説できんの。あ僕あこれはちょっとあまり解説しにしてる。これはあの他の企業さんに取られちゃったりするんでこれだけはちょっと。まあでも岩田すごいってことだ。何その話。ちょっと待って勝手に岩田のさ今後ツイートしづらいような環境だけ作って終わってる。いやもう本当にもうあいつすごいやつなんでいやもうお前本当になんかあれだからななんか仲間をどんどんなんか助けてるように結構追い込んでるからね。それ次は誰なんですか。普通に人のいいなんか企業家みたいな続いてはまあいい、西尾さんです。あ、ほんと何ツイート。7ツイートです。7ツイート すごいわちょっとこれお前さ7ツイートってもう4週に1回か違うか。おいや4日に1回ですよ。もう4日に1回もすごいね。何をツイートしたの1個覚えてる。いや西尾さん基本的になんかね、まあ、いやなんかピザパーティーしてますとか、ああとなんかあの皆さんのおかげであの前回の振り返りのツイートのいいねが上がりましたみたいな。ああなんかなんかねなんかどうしようもないツイートです。そうですね。あれはもう本当になんか中身のないツイートで言ってもらっても過言ではないですね。次がいいので5。うわあで飯尾さん結構やお前入ってこないな。いや俺はね多分なんだろうまあこの辺からサブチャー上がりましたのツイートもできるわけなんで、この辺から多分上がっていくから大丈夫だ、うん、この辺から来るで3で、まあ、次が、まあ、加藤須藤が、まあ、同率で4ですね。あそうなの。1週間に1ツイートで、うん、加藤さんのツイッター言及してほしいな。なんかあったっけ。なんかあった加藤さんのツイッターは。なんか普通いつも通りなのか。うーんいやまあ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 相変わらずと言っていいでしょう。気持ちが悪いです気持ち悪い、ね、加藤さんちょっとなんか可愛くぶれますからねツイッター上で、最新のツイートで言うと、うん、おバカさんがバレちったわらてへ。これどういうことなんですか。これな何がこれあの、ま、前回のツイートを、うん、その振り返って見てなら分かるんですけど、これ自分に起こったことを言ってるんだったら、うん、視聴者も困惑ですよこれ。いやこれはね、何におバカなんですか。何に対しての、何に対しての困惑ですか、ね、これは僕が解説します。はい、これはですね、この日に加藤さんがね、なんかこの部屋に大概誰かいるから誰もいないとなんか寂しいなっていう、この2階の作業部屋の写真を上げたんですよ、はい、だからその時ね、この部屋に大概っていうこの大概の漢字を間違えてまして、はい、それをまあつぶやいた後に大概、ね、視聴者さんからすごい言及されて、あ大概ね、うん、そう視聴者さんから言及されて、あやばい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 、おばかさんがバレちゃったって言って、なんかなんで体と外で大概でも、なんだこいつ気持ち悪いです。頭悪いなこいつ。でその、まあ、そのツイッター2つなんですけど、はい、もう2つはもはや時空を超えたよ、時間を止める技が欲しいっていう、なんかこれはね、誰も分からないのよ確かに。これはもう希望ですね。だからもうヤバくなる前の芸能人みたいな時間止めてお前はどうすんだよって話ですけどね。ダラダラダラ過ごしてんのに、なんかエロいこととかしたんでしょうね最低なんですよ気持ち悪いまあまあそんな感じですかね。はい、まあ僕がツイート数はまあ2ですけど、はい、
何してたんですか。まあでも価値のある2というか、うん、ちょっと一回触れますか。ルダイコの追加何なんですか。どうせまたなんか尖ったこと言って、なんか分かりにくいこと言ってんだろお前。失礼ですけどな。ドイタニさんのツイート、なんかやっぱ入ってこないね。確かに入った。何もなんこれですか。ちょっと待ってください、あ、これやってか、これやってんな、うん、めちゃくちゃ慣れ慣れしいな。あーなんかほんとね。いつあれ、でも僕がちょっとね、うん、あのカルメラさんっていうなんかあのジャズバンドみたいな、うん、人のなんかツイートしたんですよ、うん、いやめっちゃいい曲みたいな感じ言ったら、うん、本人からねリプライが返ってきましたよ。本当だ。なんて来たの。いや普通にありがとうございますみたいな。なんですよ、ありがとうございます。そんなわけないでしょ。こちらの工場、あ、まあまあまあ、とにかくリプライが来たんですよ。じゃあこうやって、うん、発信していけばね、うん、なんかあるかもしれないってことをね、うん、俺この2ツイートしかしてないけどね、メッセージを込めてるわけですよ。こびてんじゃないよ。こびてねえよ。これあれじゃない。すごいね。じゃあ俺もなんかバンドマンの人になんかこうなんかタグ付けとかしてれば来るってこと。お前めちゃめちゃなんかこびてるやん。俺も多分ドイタニと全く同じ手法でやったけど、うん、いませんね。あ、そりゃそうだろ。それ周りのなんかキングルーファンから、うん、お前もかみたいな。お前もかってくるんですか。仲間やなみたいな。じゃあ俺もやっていこうかな。僕やってもね。だからさ、つながりたいの一心やん。なんかお前なんか下劣というかなんかなんかあれだよね。下心満点。そうそうそう。いや違う、俺あの筋肉 YouTuber のコウさんとつながりたいんだ。まあちょっと、あの存じ上げないですけど。はい、というわけで、まあ、SNS がこんな感じです。こんな感じですか。どうですか。で、最後、あの、まあ、私生活はどうですか。私生活でもいいし、プライベートですか。この環境、まあリモートワークもちょっと多少始まるとかあるじゃないですか、世の中的には。はい、確かに。なんか変化ありましたか、今月は。いやー、ないですけど、だるいですね。はぁ、ちょっと待って。いや、なんかもう、なんていうんですか、もうちょっとスタジオいすぎてだるいっすね。ちょっとそろそろ外出たいというか。自粛中だからまあね、慣れないですから。でもあれちょっと触れちゃうんですけど、今ねあのね1週間に1回庭のお掃除があるんで、それが楽しみで今生きてますよ。ああ、庭のちょっと、そうちょっと開拓的な、リフォーム的な、はい、それが楽しみですね。それぐらいですか。テレプライベートはもういいのか。どうせ始めるやん。あ、そうだ、あ、そうだ、それもそっちだね。いいのが来月から、はい、同棲を始めるということで。しかもめっちゃ家賃高いんだよな。あ、ね、住むということで。まあまあいいのが同棲を始めるということで。なんか ね、あのね、僕ね、ちょっと探してあげたの、一緒に。はいはいはい。一緒にね、どこかと言いませんが、探してあげたんですよ。同棲場所をね。同棲場所をね。そしたらめちゃくちゃね、なんか、要求がね、高いというか、うん、まず、ひねるのがやらしいですよ、お風呂の。お湯だきが嫌で、うん、あとそう、このひねるのが嫌で、これがいいらしい。この、上下型のが。あ、温泉とかでね。カランのなんか、そうそう、赤と、じゃなくて、青のこの、なんか銭湯とかでのよくある、この。そりゃそうじゃない。が、いや別にいいよな、そこぐらい。要は、追いだきができないんだよ、それだと。ああ、まあ確かにね。追いだきできないのは辛いんだよ。うん。いやでも、要するに、須藤、多分あれでしょ、その、見た目的な方も入ってるし、多分。そうそうそう。あとね、はい、あともう一個あるんですけど、なんかまあ、結構長年、長年っていうか結構建ってる家があるの。うん、そこの家はね、めちゃくちゃ綺麗なの。家の中。うん、すごい綺麗なんだよ。うん、なのに、外装が嫌だって言ったよ。言ってた言ってた。外装がなんか、もう。あやつは確かになんかおしゃれ感とか。そうなのよ。まあ、プラスね、じゃ内装の話にも話すんですけど、うん、まあ、綺麗な、リビングとかあった中で、一つだけ和室があったりするんですよ。そしたら、畳は無理。畳は絶対嫌だと思って。すごい要求するの。ほんと要求するの、ほんとよ。嬉しい。なんか、免許持ってないのに車買おうとしてた。そうなんだよ。駐車場がでかい場所だよ。いや、なんか、ほんとに、彼、なんか、免許、そう、なんか、ほんとに車探してた。ほんとに車探してた。なんか、自分で買おうって言わないでしょ。自分で買おうとしてんだろ。まぁ、ちょっとまぁ、おめでたいことでありますよ。あの犬くんが同棲して、人を好きになるってことができたのが。いやー、なんか嬉しいよね。ほんとにね、嬉しいんだけど、やっぱ、飲みたいだけなんかあんまよく最近なんかその情報ポツポツ聞きますよ。違うわ。あれ、いや違う、俺はね、いや多分だけど、うん、多分だけどいいのは、うん、その、まあ、彼女がこうできたわけじゃないですか、はい、ここら辺こういないじゃないですか、うん、多分もう嫉妬でメラメラなんだろうなっていうのを自分で推測してて、うんうん、楽しんでんな。
だから、舐められてんね。あ、そういうこと、あ、やばいな、俺気づかなかったわ。いや、ほんとそういうことですよ、多分。いや、いいな、結構そういう感じよ。まあ確かにね、なんか、あれですか、まあ残り物といったらあれですけど、今僕と土井谷君と安西と加藤君ですか。そうですね、この、まあ、ダサーズ。ダサーズ本当だ、いやでも本当ダサーズですよね。おい、なんだお前。4人だってもうどうすんすか。もう抜けられると、そこの括りに入ってんのそう、抜けられるとしたら、まあ、ドイタニと俺は多分2勝だと思ってる、うんうん、加藤とアンダーは多分俺無理だいやいやいや、なんか本当は早く抜けないと。だとしてもダサーズ、ダサーズ4になる本当に。いやでもでもいいのからしたら、うん、ダサーズ4じゃなくてダサーズ6なんだよ。あーもう俺だろ。そういうこと、あれかそういうことですか。なるほどね。もうだからもうなんかお前くぐられてるよ。そこがやっぱねダサいとこなんですよ。やっぱあの彼女をステータスと見て頑張ってるやつ、まあまああればもう多分彼女をステータスと見て頑張ってるんだけど、ね、いいやまあいいんですけどね、やっぱそこがまだ若いというか。めちゃめちゃメラメラやん。そこが若いというかね、まあね、まあ全然ね、全然いいんですけど、頑張ってほしい。お前が一番メラメラや。まあ、はい、長くなっちゃいましたけど、いろいろありました、ね、じゃあまあ5月もよろしくお願いします、はい、お願いします。